大脳動脈輪とは、内径動脈と、椎骨動脈の枝が連絡し形成された、動脈に見られる輪状もしくは六角形状の、紛合である。発見者、トーマス・ウィリスの名前をとって、ウィリス動脈輪とも言う。何らかの原因により狭窄や閉塞を生じると、もやもや病を発症することがある。構成する動脈は、内径動脈、全大脳動脈、 全交通動脈、五交通動脈、五大脳動脈の5つである。中大脳動脈は、全大脳動脈を分子した後に、名前がつくので含まれないことに注意するべきである。内経動脈の枝は、全大脳動脈、左右の全大脳動脈を連絡する前、交通動脈、椎骨動脈の枝は、後大脳動脈、中大脳動脈と後大脳動脈を連絡する 交通動脈で、視神経交差、下水ロート部乳頭体、五有効質などを取り囲む、動脈輪を形成。大脳動脈はすべてこの動脈輪を介して出る。中大脳動脈は含まれない。大脳動脈輪は、脳の様々な場所へ血液を均等に分配するとも、言うが、正常では、血圧が等しいので、大脳動脈輪の左側と右側との間で、 血液の交換はほとんど行われてはいない。大脳動脈輪と主要な大脳動脈から2種類の枝である、中心枝と皮質枝が出る。中心枝は大脳動脈輪と主要な大脳動脈の筋胃部から出て、脳の実質内に入り込んで、脳の深部組織に血液を供給。全脈落相動脈と五脈落相動脈は、それぞれ内経動脈の枝。 ご大脳動脈の枝として出るも、共に中心枝に入れられている。脳内に侵入した血管である中心枝は他の動脈と混合しないと言われており、周動脈と呼ばれる。人間では周動脈は存在しないが、大きい血管に突然閉塞が起こると、これらの小動脈の混合だけで必要な血液供給を十分に維持することができない。皮質枝は、 それぞれの主要な大脳動脈から分子し、軟膜内を通り大脳皮質の広い領域に多数の枝を出しながら、脳表面で自由に紛合し動脈層を形成する。動脈層より分子した小さな動脈は、大脳表面から皮質内にほとんど直角に入り込み、いろいろな深さに達し、動脈輪の各部の発達には個体差が著しく、完全な輪が形成されないこともある。 記述のように、大脳動脈輪には、その形状に、個体差が見られ左右非対称例も多い。例えば、心肺停止状態に陥った際などに発生する、脳の低酸素状態によって脳が受ける打撃の程度は、この大脳動脈輪の状態によっても変化することが、知られている。ただし、大脳動脈輪の状態だけで脳の、 低酸素状態による悪影響が決まるわけではないし、むしろ低酸素状態の程度や持続時間の方がファクターとしては重要である。ありがとうございます。